明治維新後は新政府産業岡山藩第三寺。意味名は一通る。楓二年、岡山藩が老、土倉和義の子として、岡山に生まれる。慶応二年に和義の隠居により家督相続し、岡山藩が老、再起一万国の領主となる。慶応三年、藩平を率いて上京し、御所清和門を守護する。慶応四年、新政府より、 警報事務局判事に任命される。同年、新政府より参与に任命される。明治元年の母親戦争において、合図政党へチゴ口総督に因なじぐ義吉親王の軍官として、兵を指揮し、功績を上げ報奨金を賜った。明治二年、岡山藩大三事となる。翌三年に辞任し、課長具白教親王に従い、 ニューヨークに留学する。帰国後、病のために、郷里で療養に勤めるも、明治7年4月10日没した。去年26、明治36年11月13日、明治維新の功労に対して、14位が増位された。また、明治39年9月17日、土葬家当主の甲座不老が、男爵に除され、家族となった。妻は、 池田正明長女で、土倉和正の幼女となった満亀。正彦の死に伴い、要祖父和正が再家督した。和正が、明治8年に没すると、元見正か勝山藩主、三浦義次の次男、龍太郎が家督を継いだが離縁。一旦満亀が、女子主となった後、三浦義次の三男幸三郎が、 用紙に迎えられた。ありがとうございます。